んにちは、よろしくお願いします。こちらにね、あの渡辺明名人が、3時のやつに、ね、注文されたショコラクラシック、はい、まあ、ケーキとね、チョコレートのケーキとアイスクリームもねあって、こちらを、いただこうかなと、で食レポをしようかなと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと溶けちゃう前に早速じゃあ先に行ってもらった方がいいですかね、はい、アイスクリーム、はい、分かりました。じゃあアイスクリームいただきます。どうですか、いかがですか。あ、結構甘いですね。あ、甘いんですね。甘めで味が、はい、ただのバニラじゃない味がするんですけど分かんないです、何の味かでも美味しいです。ちょっと紅茶っぽい感じなんですかね、はい、ほんのり甘い、ほんのり甘いアイスクリーム。なんかもしかしたらね、チョコレートケーキとまたなんか合わせて、ね、はい、食べても美味しいようにね、設定されるかもしれませんけれども、はい、ケーキの方はね、私はいただきたいと思います。いや、これ食レポね難しいですよね食べるのは好きなんですけどね。ではいただきたいと思います。あの、ちょっとどういう風に、ちょっと遠慮すぎ、もっとダイナミックにもっとダイナミックに、そうね。じゃあちょっとこの辺ね、ちょっといいんですけど、じゃあこれぐらいいかせていただきますね。いただきます。どうですか、うん、あの口当たり滑らかで、はい、とても美味しいです。甘めですか、苦めですか。でもね、いや甘いんですけど、そんなこう、なんていうんですか、しつこい甘さとかではなくて、うん、甘いけど、なんかやっぱほんのり甘い。まああとすごい食感がね、滑らかでしっとりしてる感じですかね、ちょっとね。でも美味しくいただきました。どうですかね。あ、それでね、まあ、食レポを、まあ、2人でやっていったわけなんですけど、今日はね、あの今回名人戦で2人で大盤解説の方をね務めて、まあ、それで食レポを やらせていただいたということでございます、はい大盤解説、まあ、1日目も後半にね差し掛かってきましたけれども、はい、いかがですか。あの、正直に言ってください。なんかやりづらい点とかないですか。全然なくって、はい、あまり、そうですね、今までの大盤解説会結構緊張で、はい、ガチガチになっていたんですけれど、はい、今回はもうリラックスして臨めているので、あ、じゃあ後半になるにつれてどんどんツッコミが厳しくなっていく感じですかね、はい、私もね、あの、まあ、あんまりね、そのなんで、まあ、1回ぐらいご一緒したぐらいですかね、大盤解説でね、はい、まあ、ちょっと不安もねあったんですけど、まあ、すごくしっかりと返していただけるんで、ただちょっとこれからね、ツッコミが厳しくなるということで、ちょっと気を引き締めて解説会の方も臨みたいと思います、はい、溶けそうですね、溶けそうですね、そうですね、もっと言っちゃってもいいんじゃないですか。あ、じゃあいただきます。ちょっとこのキャラメリーズっぽいところと一緒に、はい、いただきます。溶ける前にね、溶けたらなんかこう垂れちゃう。そうですね、キャラメリゼのところと一緒に食べると香ばしさが加わるので、る、もっとちょっとさっぱり食べられる感じがしますね。うまいですね、食レポそんなことなんかプロの方ですか、もしかして。すごい勉強になりました。なるほど、こんなところで食レポを見たいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。